現場で取材している社会部の井の口記者に聞きます消火に9時間以上もの時間がかかったのはなぜでしょうかはい、えー、私の城が火災があった建物ですこちらのパチンコ店や多く、えー、のゲームセンターが激しく炎症しました、えー、現場では今でも焦げた臭いが充満していて建物の周りに規制線が張られています こちらの一角は建物が密集していて隙間がほとんどないため次々に横の建物へ火が燃え移った模様ですまた駅前の道幅が狭く大きな車は入りづらい構造になっていて消防車が47台出動しましたが実際に現場を取り囲んだのは数台で消火活動が難航したものと思われます出火の原因ですが昨日はゲームセンターもパチンコ店も午後11時頃には営業を終えていました 出火当時は従業員もおらず人件もなかったことから警視庁では不審火の可能性なども視野に明日にも現場検証を行い出火の原因を詳しく調べる方針です。